コのいい加減に戦隊クイズ、アコちゃんに叱られる。もっと聞いてんじゃねえよ。電話で参加していただくクイズコーナー、アコちゃんに叱られる。見事正解されると今週は賞金1万円をお二人に差し上げます。はい、お答えいただく方は今日メールファックスをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方お二人です。はい、まずは最初の方に電話をかけます。5回コール以内に出てください。ここに出ていただければもうだいぶ言ったからね。はい、出てくれないと2回、はい、もしもし、もしもし、はい、もしもし、アコちゃんです。アコちゃんです。あれ、アコさん、あ、待って、え、あ、もしもし、あ、緊張してますね。はい、江東区のラジオネーム、あ、ラジオラブさん。はい、落ち着いてください。はい、こんにちは。あ、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。そうそう、誕生日おめでとうございます。はいはい、はい、さあ、ゆっくり聞いてください。それでは、はい、ラジオラブさん問題です。はい、日本放送でこの後1時からサンドイッチマンさんのラジオショーサタデーをお送りします。はい、今週は2時台にアコさんのことを国王とか女神、あるいは親分と呼ぶあの方がゲストにいらっしゃいます。はい、アコさん曰くバカご兄弟の三男で、ビートたけしさんや掛布さんや野村克也さんなどのモノマネでおなじみのあの方ですが、ズバリ誰でしょうか。1番松村邦洋さん、はい、2番出川哲朗さん、はい、3番勝又邦和さん、はい、4番カンニング竹山さん。さあ、ラジオネーム、あ、ラジオネームがラジオラブさん、今の問題の答えは何番。はい、1番松村邦洋さん。正解です。簡単な問題でしょ。正解です。聞いてくれてましてた。何だよ、聞いてくれてましてた。ました。聞いてます、聞いてます。はい、よかったです。おめでとう、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。1万円お送りしますね。お送りします。おめでとうございました。ありがとうございます。失礼いたします。じゃあ2人目ですね。さあ、続いては2人目の方へ電話をかけます。5回コール以内に出てください。さあ、さあどうですか、ね、かけておりますんでね、うん、やっぱりこう3回目ぐらいまでに出てくださる感じですね。そうそうそう、出る方っていうのはね、3回過ぎるとちょっとあんまり。そうなんですよね、うん、2人ってのもめったにないですからね。そうですね、連続でお送りしております。はい、さあ2人目の方、今電話かけております。はい、1回、2回、2回、あれ、3回、3回、あら、お、4回、あら、ランナー、どうだどうだ。もしもし、あ、もしもし、あこちゃんです。はい、あの、みさきです。あ、あ、あ、はい、はい、神奈川県相模原のみさきさんですね。そうです。あ、よかったよかった。じゃあちょっと問題いきますよ。はい、みさきさん問題です。はい、あこさんは先日世界で大ヒットしているある玩具シリーズの公式アンバサダーに就任され、はい、その CM が今日からオンエアされます。はい、ロボットが身の回りにあるありとあらゆる物体に自由自在に変形するシリーズで、はい、アコさんも悪戦苦闘しながらも無事に変形に成功しましたが、はい、8月には映画も公開される、その玩具の名前とは何でしょうか。はい、1番、はい、トランクスフォーマー、はい、2番トライアスロンフォーマー、はい、3番トライアングルフォーマー、はい、4番トランスフォーマー、はい、4択です。さあ、美咲さん、はい、今の問題の答えは何番。4番。正解です。正解、おめでとうございます。ちょっと今日ややこしかったね。間違って言いそうだったね。意外と難しい問題でしたよ。聞いていてくださいましたか。はい、聞いてました。あ、よかったです。あ、すごい嬉しいです。ありがとうございます。いえいえ、とんでもない。びっくりしました。1万円って大きいですよね。1万円って普通、もし当たったら何に使うとか考えてました。メールにも書いたんですけど、はいはい、ちょっと、4月5日に母が誕生日だったので。あ、そうですね。あらら、はい、またちょっと、あの、何か送ろうかなと。いいですね、プレゼント。当たれへんかったら送ってないわけですか。そんなことはないね。なんか、あの、じゃあ美咲さんのお母さんも誕生日だったそうで、おめでとうございます。ありがとうございます。末永くお元気で。そうですね。はい、当たりました。はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、あの、お元気で。
はい、ありがとうございます。ね、乾杯ファンクも何度もリピートで見てますということでいただきました、はい、美咲さんでした。正解は4番トランスフォーマー。今日は見事お二方とも1万円ゲットでございました。はい。